今日車中泊する場所は安中市にある柳瀬公会堂ですね。ここに車中泊しますよ。ちょうどね、ここはね、車も周りないし、柵されないんだよね、ここ。ほら、柵されない場所だから、フリーっていう。時刻が18時ですね。9月15日の18時、今から朝までね、ここで過ごします。そして飲みますかね。これでも今日はジョージアのエメラルドマウンテン飲みます。だいぶ暗くなってきました。今ですね、19時ですね。19時3分、19時でこの暗さで、ね、ちょっと気づいたんですけど、窓がちょっとおかしいんですよ。音が鳴るんだ。困ったもんだ。20時43分、今ブログ書いてます。あたり真っ暗。さすがに真っ暗だね。さあ、あと寝るまであと数時間だな。それまでゆっくり過ごします。10時になったんでそろそろ寝ます。おやすみ。